にちは、花城ココアです。今日はカレーを作って食べたいと思います。ここ2日間ぐらい月1のあれにやられてね、あんまり元気がなかったんですけど、パワーをつけたいということで、今日はニンニクをねたくさん使ったカレーを作っていこうと思います。それでは早速作っていくぞー。ココチューブ。まずは玉ねぎ、皮剥いていきます。なんか今日さ声が変、春に杉の花粉があるから、花粉の時期もね声が変になったりとか鼻が詰まったりするんですけど、9月の中旬に入ってからかな、鼻がムズムズしてサラサラした鼻水がね出たりとか、秋も花粉症の可能性ありっていう感じですね。それでなんか声がね負傷しました。また溜まったもんじゃねえぜ花粉。玉ねぎだけに、はい、玉ねぎ剥けました。じゃあこれ切っていきます。薄切りにしていきます。普段カレーを作るときは具材をねゴロゴロにすることが多いんですけど、今日はね早く食べたいんで細かく切っていきます。カレーを一回作るとさ、もう何日もかけてカレー食べちゃう。1日目カレー、2日目カレー、3日目カレーうどんみたいな。もうこの日は絶対にゲームしかしたくないっていう日とかは、あらかじめねカレーをね作っといちゃいます。そしたらねご飯炊けばいいだけだしね。カレーはねあんまり失敗しないし、大体美味しく作れるから。はい、玉ねぎ OK。 次は人参、ピーラーで皮剥きます。人参も細かく切っていきます。はい、人参も OK。 カレーといえば玉ねぎ、人参、そしてじゃがいもだと思うんですけど、今日はじゃがいもの代わりにニンニクを使うから、じゃがいもは使いません。じゃん、これコストコで買ったんですけど、剥きニンニクです。もう剥いてあるの。これをね今日はねたくさん入れていきます。さすがにちょっとね根のところだけね残ってるので、これだけ切っていきます。めちゃくちゃ便利このニンニク。ニンニクってさ地味にめんどくさいですよね、皮剥いたりとかさして。で普段はもう最近私ニンニクチューブ使っちゃってね楽してるんですけど、この剥きニンニクをね買ってから、ニンニクはねこの剥きニンニクを使うようになりました。まあ使えますけどね、チューブもすりおろすのめんどくさいから。やっぱ皮がない分ね若干香りは落ちますけど、でもそれでもねやっぱりね立派なニンニクの味がしますよ。はい、ニンニクも OK。 はい、そしたらフライパンにバター、ボトン、クミン。クミンは好きなんでいつもたくさん入れます。コリアンダー、カルダモン、パプリカ、ガラムマサラ、生姜チューブ、ココチューブ。声がガラガラすぎてどうしよう。そしてニンニク使うのにニンニクチューブ、やっぱニンニクチューブね必要なんですよ。すったニンニクがあることによってやっぱ美味しいので、ニンニクチューブもいっぱい入れます。はい、ここまで準備ができたらようやく火をつけて弱火でねこれを炒めていきます。このスパイスはいつも適当です。割とスパイスって賞味期限が早かったりするので、あるものを順番に使っていく感じですね。あー、いい香り。弱火にしないと焦げちゃうので、弱火でゆっくりと炒めていきます。これでさカレーが出来上がってるんですよ。出来上がってるんだけど、スパイスで全部作ると高いの。全部はさすがにこのスパイスで使えないんですよ。だからいつも私はねこれにねバーモントカレーを入れて作ってます。まああくまでこれは調味料みたいな感じ。そしたらここにニンニク、やばい、こんなにニンニクの入ってるカレー作ったことないや。ニンニクがねホクホクしてきたんで、ここにさっき切った人参と玉ねぎも入れます。はい、これでまた炒めていきます。根菜はね炒めることによって甘みが出てきますからね、しっかりと炒めていきましょう。はい、いい感じに炒まりました。ここで作るとねたくさんになっちゃうので鍋に移し替えます。今度は牛肉を焼いていきます。これはオーストラリア産の牛バラ肉ですね。皆さんはビーフカレー、ポークカレー、チキンカレーどれが好きですか？私は選べないっちゃ選べないんですけど、最近のマイブームで言えば牛です。バターチキンカレーとかが好きだからチキンで作ることが多かったんですけど、久しぶりに牛肉で作ってみたんですよ。そしたらね牛肉ってねいいお出汁が出るから美味しいんですよね。だからそっからね最近はね牛にハマってます。ラムも好き。あんまりやるとね硬くなっちゃうから、ちょっと赤いところが残ってるぐらいにしときます。じゃあこれもお鍋に入れます。トマトピューレを入れます。トマト缶を入れる時もありますが、今日はトマトピューレ。ほー。そしてここにお水を入れて、これでしばらく煮込んでいきます。カレーはいつも気分によって入れるものも違うし、作る工程も違うし、ワクワクしながらで、ね、作れるからいいですよね。今日のカレーはどんなカレーになるでしょうか。美味しくなるといいな。はい、あれからね30分ぐらい煮込みました。いい感じですね。さっきねローリエを入れるの忘れちゃったんで、ローリエね途中で入れてあります。カレー粉入れます。えい。じゃあルーが溶けたので、またね火つけてしばらく煮込んでいきたいと思います。そしたら完成。ご飯盛り付けます。そしてカレーをかける、今日はねここにずっと卵を待機させてたんですけど、卵を福神漬け、パセリを散らして、よし完成。はい、ということで完成しました。に
のジャガイモに見えてるやつは全部ニンニクです。それではいただきます。非常に美味しくできました。ではニンニク丸ごと。ないからニンニクの香りがねそこまでねしなかったんですよ、作るたびに。だけど噛むとねすごいですね、潰したりとかしてないから口の中でようやくニンニクの本領が発揮される感じ。美味しい、ニンニクやっぱり最高。牛肉美味しいです。じゃあ福神漬けも。カレーの時に福神漬けがあるとテンション上がりません？らっきょうよりも福神漬けの方が好きだな。カレーにさ福神漬けをつけようと思った人誰なんですかね。めちゃくちゃ美味しいですよね。ワンランクアップする感じ。また丸ごとニンニク。美味しい。丸ごとニンニクハマりそう。火を通すとニンニクってホクホクするんですよね。そのホクホク感もカレーに合ってて美味しい。卵とカレーを一緒に食べたい。興奮する美味しさ。本格的なねインドカレーとかも好きですけど、こういうおうちカレーもさたまに食べたくなりますね。月に1回は食べたいこういうカレー。でも今日はちょっと特別だわ。ニンニクがすごいわ。ココチューブ。いつも夜ご飯のご飯を炊くときってだいたい2合炊くんですけど、カレーのときだけねご飯が進みすぎちゃうから3合炊いてます。ちなみにここに乗せたのはねだいたい2合ぐらいですかね。なんでだいたい2合って言ったかっていうと、3合炊いたんですけど3合だとちょっと量が多いかなと思って3分の2だけここに入れました。ご飯をカレーにすり寄せて。卵もいい感じに半熟。ニンニクたっぷりゾーンだ。意外にココチューブでカレーの動画を出したのって初めてなんですよね。1週間生活とか1日生活とかの中では食べてたりとかするんですけど、カレーをメインにした動画は初めて。カレー好きなのにな。多分普段カレーはよく食べてるから動画にしなかったのかも。逆にいつも企画で食べるものってさ普段食べないから食べてみたいって言って食べるものが多いんですよ。まあ中にはね普段から食べてるものもあるけど、だからカレーはなかなかね食べる機会がなかった。
ーとかネパールのカレーとかを食べるときは必ずね、私はチーズナンを頼みます。なんであんなにチーズナンって美味しいんですかね。チーズナン大好き。今日もカレー作ったからチーズナンだけね買ってこようかなって思ったんですけど、家で食べるカレーってあんまりチーズナンに合わないんですよね。だから今日は純粋に普通のカレーライスにしました。今日スーパーに食材を買いに行ったんですけど、その時にお惣菜でさ、とんかつとか置いてあったんですよ。だからとんかつもトッピングしたいなって思いながらも、今日はもうニンニクを堪能してシンプルでいきたい気分だったんで、もうシンプル。うん。シンプルって言いながらね、ニンニクたっぷり作っちゃいましたけどね。ニンニクってなんて美味しいんだ。この2日間ちょっとだるくてね、料理全然してなかったから2日ぶりに料理しましたわ。自分で作るとさ、たくさんこうやって食べられるから、それがまたいいですね。おいしい。さっきね、たくさんカレー作ったんですけど、全部はね、カレーここにね、乗せてないです。あと2倍ぐらいは残ってる。だから夜もカレーを食べようと思います。やっぱカレーっていいわ。しかもカレーってさ、なんか時間が経てば経つほど美味しくなりません？今のこのね、若いカレーも美味しいけど、熟されたカレーも美味しいですよね。人間もそうよ。アンミカさんが言ってた、年齢は背番号だって。だから体重もきっとね、背番号です、多分。途中ね、ご飯の量よりもカレーの量が多かったかなと思ったけど、なんとかうまくカレーとバランスうまくいったような気がする。カレーライスってさ、ライスとルーのさ、食べるバランスがたまに難しい時ありますもんね。たまにご飯が足りなくなって、途中からご飯だけ足したりとかしてね、食べたりとかします。今日はいい感じ。あの一袋のニンニクね、ほとんど使っちゃったから、また買い足さないとな、これめちゃくちゃ便利ですわ、本当に。ニンニク好きの人はね、ぜひね、コストコでね、このむきニンニク買ってほしい。ラスト卵いっちゃう。いやー、ニンニクが効いてて美味しかった。ごちそうさまでした。ということで、今日はニンニクカレーを作って食べてみました。ニンニク丸ごとゴロ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 入ってて、すっごいパワーがつきました。またね、お鍋に残ってるので夜食べるのもとっても楽しみです。皆さんもニンニクたっぷりにしてカレー作ってみてください。この動画が面白いと思ったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。花城ココアでした。バイバーイ。最後まで声ガラガラ。いやー、美味しかったですね。次はインドカレーとチーズナンを食べたい。